はい、どうも、全国の草んごどうも、おかさまじゃ。おかさまじゃって言うとろうが。やるで、ほら。モンハンのワールド、やるで、おい。あ、聞いとんか、おら。おい。さあ、次は飛びかがちね。ブチギレ YouTuber になる。さあ、飛びかがち行くぞ。今回は、助っ人が来てるんで、助っ人のウーチン、よろしく！よろしくお願いします。ウーチンよろしくねー。じゃあ、ウーチンは途中参加で入ってくるということで、先に行っとこうかな。あれ、こっち、入れる？集会。あ、そっちに入って、ちょっと、カスタマイズしとこうか。うん。まあまあ、俺はもう行っとく。いけるんで自分で来れるよな。はい、クエストスタート。電影走るは飛びかがち。さあ行こう。これから飛びかがち。特殊装備ですが、これはアイテムボックスで装備するとのこと。アイテムと同じように使うことで一定時間の効果を発揮します。効果が切れても一定時間後にはまた使えるようになりますよ。何の話をされてるんですか。全然わかりませんけども、トスジャグラス、え、違うよな。飛びかがちって、飛びかがち、あ、ウーチンが周回エリアに合流してきやがった。さあ、飛びかがち探そうと思ったらアンジャラフを発見したと。これこの足跡かな。飛びかがち、飛びかがちってでっかいモンスターな、はい、なんかあのナルがおったじゃないですか昔。あー、あったな、ナルが来るがね。あれっぽいですね。なんか素早い。めんどくさそう。足跡がどんどん見つかる。そしてアンジャナフ、アンジャナフいらん。あいつの相手は後でしてやる。さあ次だ。いい感じに足跡が見つかる。どっちだ？キノコ、どうでもいい。こっちか？ここっぽいぞ。甲虫、甲虫欲しい。まだか？足跡めっちゃあるな。あ、ムービーだ。来た。こういう感じの、速そう。わあ。これもう、俺のクエスト入れる？多分入れると思うけど、ちょっと待ってよね。うん、いいよ、全然。とりあえず一人で、こいつを縛いていく。はい、早っ！よし。よし、赤ゲット。まあ俺が赤取った時の恐ろしさを。おらよいしょ。飛んで切っていく。よいしょ、いいね。このモーション変化が強すぎる。武器何ですか？
武器総中間よ。よいしょ、乗った。うりゃ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 。乗ってからの時間ってこれ短縮できんのかな。投げ、よっしゃ倒れろ。素晴らしいスピード。やべ、勝てこいつ。やべ、赤くなった。とりあえず密かにこっそりと研ぐ。よしよし。なになになに、どこ行った。よいしょ、痛えけど当てたぞ。さあ持って帰ってこい。モモンガみてえな動きするな。ですね、ちょっと待って、めっちゃ食らった。ほい、危ねえ。よし、もう一回来い。よいしょ。そこに飛んだところで俺は切れるぜ、お前を。よしよし、ここで参加希望が届きましたっていうのが来た。あ、もう 俺じゃないですかね。これを、はいはいはい、これを確認して、多分もう勝手に入れると思うんですけどね。あ、そうな。まあとりあえず許可しといた、はい、でちょっと研いどこうかな。余裕だな、まだこの程度のモンスターなら。武器何行こうかな。何が行こうか。冒険で行こうか。さあ足跡を拾いつつ追い詰めていく。なんだこれ、どこ行けるんこれ。うわ、すっげえ音鳴った。よいしょ、やば。いいね、赤持って帰ってきてありがとう。おお、雷やべえ。あ、こいつ雷くれるんだな。ありがとう雷属性。よいしょ。さあぶっ倒すぞ。尻尾切れるかな。難易度がマルチプレイ用に変更されました。強くなった。ああ、強くなったぞ。まあ何歩かにしとったら違うでしょう。まあでももうだいぶ、よいしょ、もうへいへい夜から。もうちょいで、うえい。雷がだいぶ帯電してる、帯電してる。アンジャラクと勝ち合った。さあどっちが強い。アンジャラク対、トビカガチ VS 悪魔人間ジョルジ。さあだ、うわ強え。アンジャラク500も食らわしやがった。トビカガチの落とし物を拾いつつ、そしてウーチンが入ってくる。やべ、痛い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 。やべ、麻痺も食らった。これ死ぬかもしれん。麻痺&アンジャナフ。え、何この麻痺というものは解けんの。時間経過じゃないですかね。あ、消えた消えた、びっくりした。こっちから行こう。怖い怖い。なんだあいつは。
あ、もう死にかけとる？やべえ、刀剣わからん。いけるいける。モンハンワールド初装備。さあ。さあここで。よいしょ。何？吠えやがって。逃がさない。あれ、もうへばってる。へばってるよ。あ、でもいい。よいしょ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 。そう。これで麻痺とか食らいそうにねえな。顔面やばそう。何もせんのかい。痛い。予備動作がでかい。うへえ。こいつ尻尾なんか切れなさそうだな。切れるん？切れますよ。マジで？切ろう。はい。切っちゃう、切っちゃう。よいしょ。うるさい、うるさい。うるさいよと。回転勝負。いた。チャンス。よいしょ。その尻尾いただく。よいしょ。いただくぜ。尻尾からの尻尾。50だな。よいしょ。全然切れん。あ、尻尾が。まあしょうがねえ。ケチで死んだ。勝っちゃう、勝っちゃう。これで雷属性の武器が作れると、そういうことですね。ですね。もううちが入ってくる前に結構瀕死になっとったみてえやな。フラワー。なんか年会ニガムシ。すげえ寄り添っとるな。あ、でも尻尾破壊になってるな。一段階はやっと。ああ、そういうことね。二段階目で多分切断になるかな。君は最高だな。また君は最高だな。はい。古代樹の種から周囲のものを取り込んで成長するという他にはない特徴があってね。君増やしたいアイテムはないかい？だったら後でまたおいでよ。ちょっと変な人やな、これは。
変な人ほっといて、研究クエストだ。もうかい。あー、これなんか何植物を育てれるん、ここでなんか生えてる、ね、生えてる大きくなったよ。古代樹ね。あっという間に大きくなったのすごいよね。というわけで早速研究といこうか。あ、増やしたいもある、あるある。はい、増やすのね、依頼する。ない。まあでも蜂蜜とかにしとくか、とりあえず。肥料使わない。いろいろと出ている。さあさあ、ついに芽が出たんだ。千人賞の季節です。あ、フリーのクエストね。はい、ありがとう。なんかいろいろ出てんな。そしてまた料理長が喋ってる。はい、食事が選べるようになった。まだなんかある。卵ね、卵持って帰れと。はいはい、こんなもんかな。で、加工屋に来たらさっきの飛びかがちで、おそらく装備の一番下が出るかな。はい、これね。あ、作れる。これ作っときたい。雷属性ね。はい、これ後で作ろう。で、ストーリーとしては、あとあれか、調査班班長に話しかけると。リーダーいた。さあリーダー、よし、総仕上げ。アンジャナフは知っているなと。はい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 、アンジャナフを倒せと。入れろよ、緊急任務だ。よし、それじゃ拠点守護の。アンジャナフ、じゃあ次回倒していきたいと思うんで、また見てください。よろしく。